こんにちは。AI 順位予想発表の前に、出雲駅伝速報マップ、ライブ配信のお知らせです。当日、ご覧のような画面でライブ配信を行う予定です。各選手の順位、タイム差をリアルタイムで反映して地図上にマーカーを表示します。そして、この順位タイムに基づいて最新の予想を行い、右端に表示します。刻々と変化する戦況と、最新の順位予想をお楽しみください。なお、地図だけ表示するウェブページもあります。ライブ放送時概要欄に URL を記載します。それでは、AI 順位タイム予想です。駅伝シーズンの初戦であり、駅伝としては短距離区間が多い6区間のコースということで、予想精度は毎年あまり良くないです。まあ、いつものように最新のデータと過去データを使って、解析用各種パラメータを考えて進めました。あと、タイム予想に重要なのは気象条件です。まずは過去の記録を振り返ります。気温と風速風向。それと2015年から現在の 45.1 キロコースになってからの、優勝記録と気温の関連です。気温と優勝記録には、明らかな相関関係が見られますね。例年は20度前後の気温なのですが、前回大会は、なんと気温が30度超え。風向も例年とマラクの南寄りの風で、厳しい戦いでした。で、今回ですが、当日は低気圧が日本海にあり、曇り一時雨の予報です。寒冷前線通過後の風が気になるところです。この条件も考慮しておきましょう。ということで、あとはコンピュータが働きます。はい、AI 予想が終わりました。それでは予想順位とタイムを発表します。優勝は青山学院大学2時間9分32秒。2位中央大学2時間9分44秒。3位駒澤大学2時間9分59秒。4位東京国際大学2時間10分8秒。5位國學院大学2時間10分22秒。6位順天堂大学2時間10分35秒。7位創価大学2時間10分58秒。8位東洋大学2時間11分13秒。9位法政大学2時間11分37秒。10位帝京大学2時間12分27秒。11位関西学院大学2時間13分42秒。12位立命館大学2時間14分31秒。13位大阪経済大学2時間15分23秒。14位関西大学2時間16分28秒。15位環太平洋大学2時間17分4秒。16位北海道学連選抜2時間18分8秒。17位工学館大学2時間18分50秒。18位第一工科大学2時間20分3秒。19位北信越学連選抜2時間21分4秒。20位東北学連選抜2時間21分36秒。以上、AI 順位予想とタイムでした。順位とタイムの予想結果一覧です。出雲駅伝は10月10日13時5分スタートです。ご覧いただきありがとうございました。また、次の動画でお会いしましょう。